いんだけど怠惰っていうのが、まあ一言で言うと悩みになっていて、今の前でもマジで普通のおさんま友達にもならないような悲しい。でも本当にプライド高かったら絶対に成果出してやろうってなりますね。多分この自己評価が全部間違ってるんじゃないかっていう。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は就活生の相談企画なんですけども、実際の就活生の悩みに、大人3名の方に、悩みを解決していただくという企画になっております。オープンワーク株式会社代表取締役の大沢と申します。今はですね、社員口コミを基軸とした転職就職の情報プラットフォームオープンワークを運営していまして、今就活生だと2人に1人が使っていただいているサービスになります。どうぞよろしくお願いします。富山と申します。私は大志就活 .com やマンキャリアなどで就活記事を連載し、確実内定というですね、就活の方を現在出しています。よろしくお願いします。株式会社ゴールビー代表の中川明夫です。キャリアコーチングの授業をメインで運営しています。で、個人で YouTube 明夫ブログっていう名前の YouTube もやっております。よろしくお願いします。あ、ちなみに大沢さんも出されたあのこちらの本もあるので、よかったら下の概要欄に貼ってるので買ってみてください。よろしくお願いします。あと、トイさんの本も下にあるので、よかったら就活生の皆さん読んでください。よろしくお願いします。今の就活の状況をちょっと軽くお聞きできたらなと思います。第一志望の会社、サイバーエージェントさんの方に冬選考を応募させていただいたんですけれども、今ちょっと落ちてしまったというところで OB 訪問を繰り返しているというような段階になっております。簡単に1分ほどで自己紹介&自己 PR をしていただいて、1分だけの判断で丸×の札を上げていただけたらなと思います。翔くんお願いします。中央大学総合政策学部から参りました3年生の久保田紫音と申します。私、大学のところで、やってきたこと2つございまして、1つは、大学の方で、人々の行動とかを分析する、学問を、やってまいりました。で、もう1つが、株式会社ストラディというところで、主に、修学旅行に行く前の、高校生とか中学生の皆さんへの事前学習という、ところをやってまいりました。その中でですね、私自身強みが一つあるかなと思いまして、それがマネジメント能力というところになるかなと思っております。こちら、実感したところがですね、主にそのストラディ株式会社の方なんですけれども、こちらどういう事業をしているかもう少し詳しく説明させていただきますと、こちらが沖縄の修学旅行に行く学校高校生中学生の事前学習というところに、焦点を当てて、コミットするようなお仕事させていただいておりまして、その中で今学生代表をしていて25名ほどのメンバーまでいるんですけれども、ありがとうございます。ダメだ半分の1ぐらいでした。今ね、半分ですね。今の自己 PR のみなんですけども、あの判断の方お願いします。では札の方お願いします。せーの、おお、大沢さん丸あげられたんですけど、理由教えていただいてもいいですか。僕はちょっとジョブ型なんで、はい、あの仕事内容とかにマッチするかちょっと最後見なきゃいけないんですけど、キャラクターみたいなところでいくと素直で可愛くなる、はい、なんか一個、まあ、深掘ってみないか分かんないんですけど、ダメだった時にダメだって言っちゃう非常に素直だなっていう、うんうんうん、もうちょっと話聞いてみたいなと思って、まあ、丸か×か二択で選べって言われたら丸かな。おー、深掘りしてちょっと聞いてみたいところではあるんですが、うん、ご本人がおっしゃってたマネジメント能力がどこで発揮されたのか分からなかったので、確かに、あのマネジメント能力を発揮しました、それがこういう経験でだからマネジメント能力がありますって言ってくれたら採用って言いたかった。僕も×だったんですけど、まあ、今の1分 PR からは成果を出す人間とは思えなかった、うん、ただもうバッと見の、まあ、素直でいいやつっていう印象を受けたので、うん、そこは好きです。そんなしおんくんなんですけども、本日のメインはキャリアに関する悩みがいくつかあるっていうところで、あの先輩方にちょっと解決していただきたいなと思っております。僕の悩みとしてはプライドが高いんだけど怠惰っていうのが、まあ一言で言うと悩みになっていて、うん、さっき素直っておっしゃっていただいたと思うんですけど、他人の目がすごい気になっちゃうので、うん、そこにこう合わせられるような自分でありたいっていうところからちょっとプライドが高くなっちゃう節がございまして、うんうん、なんだけどそれに合わせようとする自分の意思がこう追いついてなくて、ちょっと怠惰になってしまうなっていう悩みになってきます、うん、前提いい素直でいい人だけどプライドが高くて怠惰になってしまうっていう悩みなんですが、これどうすればいいですかね。プライド捨てればいいんじゃないですか。確かになかなかやっぱり捨てられないですかね。捨てたい
ところはあるんですが、でも本当にプライド高かったら絶対に成果出してやろうってなります。もうめっちゃ気にしてるんだったら、もう俺超成果出してすごいパフォーマンス出して、それこそ見栄を張ってでもやるみたいにはならないんですか。そうですね、就活面についてこのプライドが高いっていうのが邪魔をしているっていうのがございまして、まあ、どういうことかっていうと、私塾講師とかやらせていただいてるんですけど、仕事に対してやっぱり他人の目があるから気にはなってやってるんですけど、自分の就活ってなると他人の目がないから、あの後回しになっちゃうっていう。ちょっと知りたいんですけど、本当にプライド高いんですかね。あの例えば先ほどの自己 PR のところで自分のことダメだって認められたりするのって、プライド高い人は絶対できない。絶対ですよ。ガクトがそれ言うと思わないんですよ。確かに。ガクト様、俺の面接ダメだとか言わないと思うんですけど、そう思うと本当にプライド高いのかしらっていう疑問から、まず小沢さんも持ってらっしゃるんじゃないかなと思います。で、その上でもう一個質問が、本当に怠惰なのかっていうのも疑問で、怠惰だったらインターンとか行かない。確かに。かもんですよ。家でネットフリックス見てますね。はい。OB 訪問とか絶対しないでしょ。多分この自己評価が全部間違ってるんじゃないかっていうところが気になっていて、むしろ他人の目が気になるところだけが本当で、実はプライドはない方だし、怠惰でもない。勤勉だし、効率的に動きたい人なんじゃないですか。インターンに関しては、夏の時点でインターンに応募させていただいて、あの早期選考で落ちてしまったからインターンに来たっていうところで、結構天気ではあったかなと思っていて、そこまでが何もしてなさすぎたので、インターンに来たりとかお仕事したりとかっていうのは好きなんですけど、なんかそれ以外の部分がなんかものすごくこうお家帰った後が自分に甘すぎてと寝てるみたいな感じになっちゃうので、まあ、そういう面で態度なのかなとは思って。いわゆるウェブテストとかの対策とか、あ、そうですね、そういうのがちょっとなかなかできない。それ普通の人ですよ。わざわざ悩みとして取り立てるほどの欠点ではないと思います。私も自学自習大の苦手で、全都会とか死んでもやらないと思います。で、他人の目を気にするっていう自己評価が仮に正しいんだったら、他人の目を気にする環境で勉強させるように仕向ければいいんですよ。例えば友達と一緒にウェブテの対策をするとか、ES も友達と一緒に書き切るとか、あるいは私たち今日社会人3人って怖いじゃないですか。この怖い環境で面接対策を今させられているっていう環境で今面接対策ができてらっしゃるわけですよね。だったらできるっていうことが確信できてるなら、その環境に自分を追い込めば絶対できるっていう、もうスイッチも決まってるんですよ、うん、これはもう自分の中で勝ちパターンがあるのと一緒じゃないですか、うんうん、秋尾さんどうですか。なんかまあ普通やなって思いました。自分なりにいい人生を歩んできていると思うんですけど、なんか僕はどれでいいかな。野心がある人が僕は好きで、うん、自分の譲れない思いとか信念とか価値観とか野望とかがある人は僕は好きなんですよ、うん、その方が人生重くなると思ってて、なんかそういうところをもっとぶっ放す感じで言ってほしいなと思います。今の前ではもうマジで普通のおさんが友達にもならないような悲しい。一緒にもっと面白い人と一緒にいたいんで、欲望むき出しでぶっ放してほしいなと僕は思いました。確かに。え、しおんくんはどうしたいんですか。中川さんが言ってくださった方が自分の思いとしてやりたいこととかなりたい自分が多分高いから、普通の人だったら確かにインターンして仕事して怠惰だとは多分思わない生活をしてると思うんですけど、もっと やれると思ってて、自分自身だから怠惰だなとかそういう風に感じちゃうのかなっていう風に思っていて、他人からの評価普通はきついですよ僕は。じゃあ尖りたいってことですよね。どっちかっていうとそうですね。だからなんか突出したところが欲しいなって思っちゃうから、多分怠惰だなって思うとか、もっとやれるだろうっていうのがあるから、こういう悩みになってるのかなと思ってます。川さん聞いてみたいんですけど、はい、そのコンフォートゾーンから、はい、飛び出たいけど飛び出せないみたいな人って、うん、何をやったら殻を破れる。なんか思考停止して何かやるのがいいと思うんですけど、うん、例えばじゃあもう今日100人ナンパしてこいとかをやるみたいな、うん、するとやっぱいいですよね。確かにと僕は思います。殻破るようなことをやりまくっていくと、どん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 ぶっ放せるようになっていけるんで、人の目とか関係ねえってなって、
初結構その人から命令されてもやった方がいいですよ。大会系の人が結構ぶち切れるのって、うん、本来組織の中で命令されてわけのわからない量の訓練をされてるからでも結果としてぶち抜ける。確かに、あの自分から全く動けないと感じるんだったら自分にわけのわかんないぶち切り方を指導して強制してくる人にお願いするっていうのも一つ手だと思います。お願いさせていただきたい。あ、TikTok の切り抜きとか。あ、わかりました。お願いしたいわ。僕はどっちか体育会系でもなく、うん、陰キャ路線をずっと走ってきたんですけど、はい、失敗したら嫌だみたいな、ビビり派なんですけど、僕の場合、人生全部ネタになるなって思うようになってから、うん、逆にそのネタを求めに行くようになって、うん、そのネタがいろんなところで受けるわけですよ。うん、大企業落ちたとかも、多分将来絶対ネタになったりとか、うん、そこであった面白い面接とかあったら、めちゃくちゃ多分笑えてるんで、うん、そんぐらいの気持ちで行くと、あの体育会系じゃなくても、まあ、ネタ探しに行こうかなぐらいの考え方でやれると思います。うん、やっぱりナンパもしたら絶対、絶対ネタになりますから、人生が。で1万時間何かやるとある程度成果を出せるっていう根性論のセオリーがあるんですね。ブリッジをやるポイントなんですけれども、じゃあ1万時間やってもいいぐらいのことを やらないと絶対1万時間続かないんですよ。なのでご自身の中で比較的これは習慣的にやれるなって思うことを1万時間まずやってみるというのはかなり大きい差になると思います。あ、確かに。どうですか？それでいうと結構僕の中で、まあ、塾講師とかの経験はそれに当たるのかなと思ってて、生徒と、まあ、会社との間で評価される世界であるので、そこで1番取りたいなと思って一生懸命やって、生徒の成績は1番にはいかなかったんですけど、かなり上位の方に行ったし、自分の先生としての評価自体も、まあ、前者で1位をいただいたというところがあるので、まあ、たくさん時間をかけて頑張るとかっていうのはやってきはしたんですけど、多分他のところでそれが発揮できてないから、そこに齟齬が生まれて打棒みたいなところが他のところにまだ見出せてないのかなっていうふうに思いました、今お話を聞いて。内容さんどうですか？最近の大学生とあんま触れることないんですけど、はい、自分の価値観とか信念とか目標野心とかがすげえ薄い人が増えてきてるんだと、うん、なんかそこら辺が濃い人の方が差別化ができるし、おもろいなって思うし、うん、成果も出せるなと僕は思ってて、うんうん、それやるためにはその周りからいいとされてるようなことをやるばっかりじゃ濃くならないで、うん、なんか人に言われても無視してやっちゃうようなこととか、うん、もう自分勝手になんかやるみたいなのがやっぱ大事だと思ってます。うんうん、それ結構苦手。そこがないので、そこはあんま見えなかったんで普通やなって思った。確かに。どうですか、しおんくん的に。じゃあ次のアクションとしては、もう一旦世間的なあの目とか気にせずに、周りから言われなくてもやりたいことをやるのが一番の就職活動になるかもしれないってことですかね。そうっぽいですね。だ全然この人柄とかをパッと見はめちゃくちゃ印象いいし、ポテンシャル感じるんで、なんか何でもできると思います。悩み解決されましたか？他人から言われたこと以外はやってこなかった人生なんで、うんうん、結構枠内いっぱいに頑張るのが僕のバリューだったところがあったので、うん、僕の外にこう一歩出るっていうのが挑戦なのかなと思うんですけど、もう絶対できない人のコメントじゃないですか。絶対やらないですみたいな。何がいいんだろう、これ動画より100人ナンパでいいんだよ。ちょっとかけるだけで死ぬ。え、どうしよう、ちょっと考えます。そう、別に枠内いっぱいでやってても普通の別にいい会社入れると思うんですけど、うん、本人が壊したいんだったら、ね、はい、確かに壊すのにはちょっとしばらく時間がかかりそうですが、今後頑張っていけたらなと思います。ちょっと南さんにもそれ言われたので、はい、頑張ります。第一志望のサイバーエージェントに落ちてしまったので、やりたいこととか、行きたい企業っていうのが思考停止して、できるだけ年収高いところに行く。誰から告白されてないのに。確かに。